皆さんこんにちは、松本町でございます。さあ、第4回、松本町の街道人スタイルということで、グランパ大久保さんとグランパ中野さんを舞台に、私が、その癖と、法則を見抜き、そして、全12回で1万枚、プラス3枚を目指すという企画の第4回でございますけれども、今回は、グランパ大久保店さんの方で、2回目大久保店さんの方での2回目の実践になります。前回1回目の時は松尾8なんじゃねえかなんつって、簡単に沖で沖トロピカルの初番台を座ったら、まあこれがいい挙動でなんつって解消したんですけれども、そうだ、窓マギで、ほぼプラマイゼロまで戻ったんですけど、第3戦中野店さんでの2戦目で、南国物語の角台、ね、90何番で入って一番先に見つけた秋台に座ったっていう南国元預かってる角台が、1000枚のプラス叩いてますんで、今のところ1254枚、3戦で1254枚のプラスだと。そしてですよ、今入場抽選、入場そして終えまして、なんと取った台がですね、南国物語の角台でございますね。同じ柳の下に、こういううなぎがいるんじゃないかということで、あ、土壌か、土壌をね取りに行っちゃったんですけども、で、前回の第1回のですね、あ、来ましたね、グランパなんか大久保店さんでやらせていただいた第1回の時ですね、僕が末尾8、強いんじゃないっつって沖トロを突っ張った時の回の閉店データを今いただきました。さあ、じゃあ復習していきましょうか。自身の打った台、僕が辞めた後、僕が1700枚浮きぐらいで辞めたんですよね、夕方、終日の推定3枚数書いてありますね、プラス4500って書いてあるけど、これ何かの間違いかな、ね、間違いなかったんでしょうね、よかった。3000枚クラスですか、僕が辞めた後上乗せしてあると。なんでね、まあ、僕がこれはね、僕が打ってる間でも自信あったんで、この8に関しては当たりだと思う。じゃあ他の、8、末尾8を取ってきてもらってるはずなんで、あ、ここからですかね、はい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 、オギドキトロピカルプラス4500枚、約僕ですね、これ僕が打ったやつ、サンダービリポールプラス3500枚、29の18、マドマギパスロ魔法少女、マスロポト魔法少女、マドカマギカプラス6000、乙女2プラス8500、約あんな、そんな出んのエヴァ3000プラス、クレアバラエティなんですね、プラス1500、サラリーマン番長、約プラス、うわすごい、これ機種名ちょっと下げてきますけど、あとはもう、プラス2500、プラス7000、プラス2500、プラス3500、マイナス500、プラス1000、プラス6000、マイナス1000、マイナス500、プラス500、マイナス500、プラス2000、マイナス4500っていうのが、ね、これ凱旋ですね。まあこれはもう末尾8は完璧当たりだと言って間違いないでしょう。であと機種系ですか、目立った騎士を取ってきてもらいましたけど、偽ノーマークでしたね、前代プラス、ほー、しかも少ないゲーム、少ない台でも6500ゲーム回してあって、多い台だと1万1000ゲーム回してる、ひー、まあこれもちろんボーナス中 AT 中含めてってことだとは思うんですけど、すごいな、プラス1500、プラス5500、プラス1500、プラス3000、プラス4500、プラス1500、まあこれ甘めの機会とは言われてますけど、ここまで安定して勝つっていうのは、これはちょっと盲点でしたね。あと絆ですか、絆がどっちかっていうと赤っ羽かな、まあ最終的には浮いてる、まあこの1台確かね62番台プラス7000枚、末尾8もあって、あ、でもここの末尾8は負けてるんだね。あとマイジャグ3、僕怪しいって言ってた、プラス500、マイナス1500、プラス500、プラス500、プラス3000、プラス2500、怪しい、なるほどなるほど。で、そのデータを見た番組からは、実践台要素、自分の台は大変よくできましたと、法則としてはもう一声、やかましいわ、何かもう一声だ、バカだないきなり来て半日でやったらには、まあまあの、まあまあ見ただろう、これ、まあ、末尾八に気づいただけでも立派なもんだと思うよね、これね。だって、ね、自分の辞めた台は、ね、じゃあ、お疲れ様でしたなんて言った後に3000枚出されてたから、打ちたいよ、こっちだって。はあ、なるほど。ってことはですね、まあ、おそらく、偽をお前見落としたなと、これだけ、プラスなのに、っていうことでしょうね。わからないよ、流されたら途中で。そうっすね、途中で流されちゃうとね、やっぱりね、目で見て、
回数だけで分かる台の方が少ないんでね。ほう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 、なるほど。ということで、おそらく、前回、大久保店さんで行った時は末尾八および、偽物語、そして花火ぐらいですか、花火、まあ、あと絆の半分とかが、まあ、強かった。他にもおそらくあったんでしょうが、まあ、晴天時データを取った感じで見抜けたのはこの辺と。なるほどなるほど、わかりました。しっかり出玉も取って法則も見抜いてやっていきますので、最後まで応援よろしくお願いいたします。今日の法則は何かな。それでは街道陣スタイル第4話スタートです。さあそれでは、南国物語、場所は角、台場112、こちらからスタートしていこうかと思います。まあどうだろう、ちょっとまあいわゆる島、奇襲、塊を狙ってい、こうかなという戦法ですんで、で寝台だし、まあ、結構台数もありますけど候補になり得るだろうということで、あとはまあ自分がある程度打ち込んでるっていうのもあるんですけど、南国物語前回ね、中野店さんで打ちましたけど、ああいうのがまあいい挙動というか、いきなりビッグ当たったりね、レア子役で当たったりするやつ、そういう感じであれば続行していこうかなと思います。スイカこぼしました、こんにちは、どうもっていう感じかな。あとはまあ様子見ながら、島全体の雰囲気がね弱いようであれば早めに見切っていってもいいかなと。いわゆる中野店さんでの第一戦の時ですね、ハーデスを、僕攻めましたけれども、あの時に言ってた、まあ仮に前代てっぺんだとしたら、足すとちょっと弱くなるよねっつって、ただあの時は違和感からね、リセットと、ハーデスステージスタートがあるなと、これはちょっと違和感だということで追ったんですが、結果、外れてたと。なのでもうちょい、早めに見切ってもよかったんだなっていう反省点を得ましたので、今日は、敏感に台数ありますから、で幸い前代動いてるっぽいですし、バーッと横に見て南国物語、トータルしてそうでもなさそうであればちょっと早めに捨ててもいいかなと思っております。時間のかかる台ですからね、もともとがメインの推測要素がですね、このカドチェリー、まあ、0.8% から 2.7% ぐらい、設定1から設定6で設定差がございます。あとスイカも 2% から 3.7% かなあるので、それは、いわゆるこの南国物語、初当たりは初当たりモードっていう特殊な形で管理されてて、実際どのぐらいで当たるかっていうのは全く分かってないんですけど、初当たりが軽かったり重かったりするわけですよ。そんな中このチェリーとスイカで当たるやつだけは、一定で、設定差が設けてある。なのでメイン推測要素としては、そのスイカとチェリーで当たるかどうかっていうのが鍵になってくるわけですよね。であとはいわゆるモード、飛翔モードと呼ばれるっていうか、まあ、うちの雑誌で飛翔モードって呼んでるんですけど、天井を32ゲーム以内に振り分けうる、その連チャン移行モードですよね。それが、上昇していくのが高設定ほど、特に6は安定して上がっていく。なんで設定6一番上を目指すのであれば、初当たりレア子役等で初当たりをしっかり稼げて、で32ゲーム以内の超ときめきゾーン突入までに、そんなに回数がかからない、比較的安定した、グラフを描きやすいっていう台を目指す。なるほど、早速南国を打ってる人が初当たり2回引いて飛ばずで、その飛翔モードにが上昇しやすいといってもですね、飛翔モードに行って確か一番上でも3割か4割、まあ強制で
32ゲーム以内に天井が選ばれる割合があるんですけど、まあ、そこに嫌われ続けて自力でも引けないと、まあ、高設定機でも単発食らう頻度というか回数が上がっていってしまうんですけど、やっぱレギュラー終了時にその示唆が出るんですね。だからそれがね結構出てるけど飛ばさないっていうのは、それはね引きが悪いだけっていう、だから打ってみないとまあ分からない感はあるんですよね。ちょっとでリセットの時は初当たりモードが振り分け再振り分けになるんですけど、偶数設定だとだいたい低い方からスタートになって、奇数設定だと、結構高いところに振り分けられたりするので、あ朝一早い初当たりがポンポン出てるようだと、リセットの奇数じゃねえかっていう予想も立つんですが、それもまあ確証は取れないっていう感じですよね。で何が、厄介かって、その初当たりモードの種類は分かってるんですけど、じゃあ初当たりモード4つあって、一番上の D、ABCD ってやつ、 D はループするやつで、ああそれかループしうるのが、まあ、D の A、D の B、D の C ってあるっていうところまでは分かってるんですけど、そこに滞在した時に何分の1で当たるかが分かってないんですよ。もういわゆるどうしろって言うんだっていうところまでしか分かってないんで、それに関してはちょっともうする雰囲気しかないから、だからもういかにあのレア子役で当たるかっていうところだけを見ていくしかない。あともうちょっと絆が良さげだっていう情報がちらりと舞い込んできたもののですね、30分で良さげってどういうことっていう話でもあるんでだんだんね、だんだんあれだから、あのこっちもあの情報を求むってやってると情報が錯綜してくるから、これからは気をつけないとね。やっぱ自分の目である程度信じないとね。特に絆に関してはあのリセット全リセかけた場合、まあ、おいせいリセットかけた場合、モードランダムになるんでね、最初は結構分かりにくいです。と言ってる間に、総資産124ゲームでレギュラーだと思うんですけど、高設定ほど、ビッグそのまま当たりやすい、あレギュラーですね。だからビッグ直撃なんかも、おそらく設定差があると言われているので、その辺もね分かるとなだいぶ使えるんだけど、よしよし、何はともあれですね、結構軽め、今のは通常あたりでしょう。でもねスヌーピーが言ってたよ、人生は配られたカードで勝負するしかないんだ、言ってました。名言ですよね。どうして俺はこんなところに生まれたんだとか、どうして俺はこんな風に生まれたんだって言ってもしょうがない。どうして南国物語の初当たり確率は出てないんだって言ってもしょうがない。配られたカードで勝負するしかない。レア子役で1ゲーム連抽選してますんで、こういうところで当てれば1ゲーム連でビッグが出てきて超ときめきゾーン 80% ループに昇格できますんでね、当たってくれるに越したことはない。これで 80% ループ叩き込んで2000枚3000枚出しちゃうっていう、そんな展開をお望みです。ここで示唆が出る可能性がある、流れ星、あと流星群と流れ星っていうのが別らしくて、僕最近気づいたというか最近知ったんですけど、流れ星、三日月、オリオン座、流星群、多分星がいっぱい流れるんだろうねっていうのは高モード示唆であるらしい。でネッシーはプレミアで 90% ループ確定。よし、サプライズでいきます。で今回は特に示唆はなし、自力で引きは OK。おっ、おーた、びっくりした。はあ、26ゲームまで当たりはなし。ああ、
29弦まで当たりはなし、残すところは30と31、あー30まで当たりなし、31と32だけ、31と32で当たりなし確定、抜け。まあまあまあしょうがないわね、一発目は。なるほどなるほど、まあ、あと33ゲームから、75ゲームの間に当てることができれば半分がビッグとなって出てくるので、とりあえずそこはね、何はともあれ打った方がいい。まあ、今ちょっと、バッジを配ったりしながらですね、46分くらい、まあ、僕はオープニングトッチから打ってるんで全然回してないですけど、南国の島を見てる感じ、そこまで、うわ、え、こんな南国の島見たことないざんすっていう雰囲気は漂ってないですね。ん？って違うか？いやいや、なんかいつも通りみたいな雰囲気です。そんなに朝あれかな、違和感出ないのかな、2時間ぐらいはかかるのかな、もし入ってたとしても。で、まあ、絆のね、どっちかのパネルが怪しいって言ってる人が今2人か3人ぐらいいるんで、そこはもう当たりだろもうそんな気がする。今のところ自分の台はプラス要素と呼べる現象はなし、なのでちょっと一回パトロールしてですね、より怪しいと、思える場所があれば、団長の思いで南国物語をスルーして交流するのもありかなと思っております。どれどれ、絆はどっちが怪しいっつってんだ、こっちのパネルか、この0 RB の方がバジリスクタイムの初当たりだろうな。あのあれか、おぼろ、おぼろが怪しいっつって、おぼろが怪しいっつってんのか、赤じゃない、赤パネじゃない、どっちかっていうと赤パネが一番元気だな。おや、初当たり3回、むつびは1を7、非常に怪しい当たり方の歯ですが、1台若干怪しくないか、ハーデスが2台ぐらい、まあ、今稼働してるのが4台、4台中2台がムムムみたいな当たり方してる、1粒2粒1粒みたいな、ハーデスが怪しく見える、打ちたいからか、結構な、まあ、決断の時の気がする、ハーデス行ってみるから、あれちょっと2台おかしいような気がするな。そしてだ、17が2、ビッグなし、ビッグ3、朝一から709、3上がりなし、2上がりなし、1上がりなし、南国は厳しそうだぞ、最大マイナス94万までいったやろ、ハーデスで、ハープで埋まりつかけてるハープで、こっちの角にするか、まだ回ってない方、埋まりかけております、すでに5、末尾だったら5がちょっと強えなっていう雰囲気が流れてて、
幸いね、僕が取ったハーデスもこれ末尾5なんですよ。で、まあ、島全体の話と、まあ、末尾5、ただあの真ん中でスコブル初当たり稼いでる人は4な、末尾7なんだよな。まあ、どの道このハーデスはちょっと打ってみる価値あると判断しましたんで、で今マジハロで設定差、結構大きなとこ引いたって教えてくれた方は末尾8でマジハロの角、マジハロが全部当たりパターンもあるか、まあ、ちょっと視野に入れておきましょう。とりあえず、そうですね、ハーデスもまあ別に1時間2時間で分かる機会ではないですけど、違和感出ないかどうか多少打っていきたいと思います。朝一から、33ゲームだけ回してあった状態です。なのでおそらく天国準備とかにはいなかった、あといわゆるヘルゾン降格、鎖出たりはしなかったんでしょうねっていうぐらいでしょうね。お？おや？俺が出たけどえ、リセじゃない、これリセットでしょ、これリセットではあるよ、リセットではあるし、下手したらヘルゾン降格だよ。おやおや、おやおやじゃないよ、中野店さんでもそうだった。あぶれなばちゃん、あぶれ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 リセットしてあるじゃんなんつって、ダメ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 よ、あぶれ、何回同じことやるんだよ。チャチュバチさんそれ見た見たってなるから、それどうせまたそれ作戦超えるからってなっちゃう。今日は騙されないぞ、リセットしたぐらいで追っかけると思うなよ、バカ言ってんじゃねえ。そうそうね、何度も同じ鉄を踏んでたまるかって言うんですよ。ただおそらく、まあ、前任者の人がなんかのチャンス公約引いた可能性はありますけど、何も引いてないんであれば、リセットっぽいですね。鎖のアホリがしかも第二停止まで出た。あ、選択肢としてはね、いい選択肢だとは思うんです。怪しい島がハーデスで、他の今の時点で怪しいと思えるのが末尾5か、角、全てに今値する、あの全て被ってるところに今座ってるので、これがもし外れだった場合は、全部外れってことですかね。開始2時間で2時間1時間半か1時間半で感じ取った違和感は全部まぐれっていうことなので、明快目、ちょっと怪しいなと思ってたんですけど、リプレイで風吹いてからもしかしたら明快にいる可能、あ、前兆じゃない、あ、前兆だ、これ出目がどんどん偉くなっていくやつですね。明快目456567、次は多分奇数ハサミかな、は、あ、は、これは何でもない、ああレア子役311で奇数欠点かな、次は、ああ奇数ハサミ、しかも特殊抽選、ああ当たった、はい VVV7V よし、ある、怪しい、来たか207ゲーム、おそらくレア子役以外の当たりですね。冥界にもしかして飛んだんじゃねえかっていう勘繰りもしてたんですけど、そうじゃなかった、謎当たりでございます。
追加投資が5000円か、うん、総投資13000円。これね、このハーデスが当たりだったら全然いける。よっしゃー、これはどうだろう、まだ安心はできないですけど、今のところ非常にいい手応え、一発目の当たりとしては。このステージだな、開けて、願わくばハーデステージ、エリニスでもか、ドン、エリニスでもない、オッケーアノスだー。オッケーアノスの場合は書かなくていいか、どうかな。どうだろうね、前代系がもしかしたらハーですか、その可能性はやや出てきたな。何かで乗った、あーそっちか、10ゲームだ。ほい、214マイト。さあ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 、もう一回り行きましょうか。とここで出てくるプラス要素としては、謎のループ設定5と設定6が優遇されてる謎ループが出てきた場合は非常にプラス要素、まあ上の5、6でもスーパーの話なんで、ポッ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 ほっ、ん？ん？ ん？ おや？あれれれれれれ、これいるな。出たー、ループストックがいきなり出てきたー。あー怪しい、これは怪しいぞ、非常に怪しい。まあまあ分回してまいります、まあまあ分回していきたいと思います。そうだよね、ループ以外の要因ないね。一応まあ前兆中に引いたやつのジャッジメント、確かそのまま GG 中に出てくるもんね。これはこれはよいしょ、あとこれもうおって、あっやっ、あ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 っ、冥界にいたんじゃねえか。いやおかしいな。ですね、初当たりでケルベロスが出てきてるから、初当たり一番最初聞いたときは明快にはいなかった。でお前は何だっていう話になってきたら、ですね、ちょっと待ってくださいよ、もう時事終了じゃありましたね。明快に落ちるパターンは明快にいたパターンしかない、ないんだね、ないということはだ、だからケルベロスが当たって、出てきたってことは明快のパターンはない。謎です、なぜ今ハーデスが出てきたのか、振り分けで単純に引いてしまった以外考えられないかな、考えられませんね。3%かな、通常挑戦、あっ、あっ、あ、2%、あれか、前兆、前兆中に引いた特殊抽選、あれって後ろに回るんだっけ。前兆中に引いたやつは
まあいいかも。よし、やろう。ハーです。いいです。2000乗せます。 OK。 久しぶりのね、自分のハーデスですわ。久しぶりの自分のハーデスっていうのはね、もう最近代行ばっかりやって、代行人のハーデスはね、しこたま乗せてきました。はーし、参ります。よし、この630を元手に、万枚無事に決めよう。今日決めよう。今日決めて、もうね、万枚は達成したから、プレゼントはみんなに送ってくれ。仮にだ、この後僕が敗北に敗北を重ね、トータル収支が3枚がマイナス切ってしまっても、1回プラス3枚、万枚踏めばいいだろう。今日決めよう。1200枚だから8800枚出せばいいのね。マジでね、あるから、これもうそのところにね立ってる。あるよ、ゴッと引っ張ってくれば。ある。いやー、久しぶりのナイスバイ、久しぶりのナイスバイでした。あー、一声行きたかったけどな、正直。あんな回ったら、ちょっとでも一旦ね、落ち着いて、あの GG がなんで出てきたのか、可能性としてはループ12だったよな。全長12って振り分け結構薄くないか。で、巨大化出たのが何ゲームだろう、そこ5、6ゲームだと思うんですけど、
であれば、あそこで当選したっていう可能性は大。どっちかっていうとやっぱあの巨大化でリプレイ、あれが怪しい。1ゲームだけだから、ループっていうよりも初当たりを新たにもう一個引いた、まあ、どの道プラス要素ではある。ループかな。店内 BGM だな。店内 BGM でですね、突然爆音の雨ぐれが流れ始めましたけども、そりゃみんな凱旋見に来るよな。凱旋が当たりなんですよって。かい音量でかすぎねえかいくらなんでも。おい、凱旋が当たりだぞって言ってんじゃねえな。そうでもねえか、みんな集まって。え、今までなんか流れてました。何かは流れてたか。あ、ボリューム下がりましたね。え、凱旋なの、そういうこと。別に確かに悪くないんだけど凱旋。凱旋わかんねえからな正直。まあどの道ちょっと僕しばらくは動けないんで、嬉しい悲鳴でね、しばらく動けませんし、紙出る上乗せは確定。よいよいよい、おい、ナイスナイス、大事大事大事よ。いやー、願わくばですよ、願わくば残り450ゲームあるこの GG、終わらないようにやっていきたいです。願わくばね、願わくばですよ。誰でもそういう思いは抱いてると思いますけれども、本気でそう思っております。この GG が終わらなければいいのにと。確定役を引いてだ、上乗せをしてだ、つないでいきたい。絶妙な感じだな、ハーレスの島は。スコプル強いっていうわけではないですけど、ただ違和感感じるぐらいは強いな。なんかちょうどね、先月だったかな、先月だか今月の頭だか忘れたんですけど、ちょっと雑誌の DVD で深夜収録、深夜のホール借りて営業時間外でね、収録を行わせたこと、もらったことがあって、まあ、そこでパチスロ使わせてもらったんですけど、まあ、ハーデス全録にしてちょっと余った時間で、まあ、その番組で使ったんですけど、1時間2時間ぐらいちょっと打ったんですよ、4台5台ぐらい。やっぱすぐ分かるよねこんなのってなったんですよね、全録だと。いや、そこまでではない。え、あれ炎だったよね、数字回ってれば右上がり、右上がりだと思うよ、右上がり、右上がり気がなるからね、分かってる分かってる分かってる、右上がり気がなだろう、別に何も何もこれと言ってた、別に期待してたわけではないよ、いいんだ、別に転敗してもらっては僕は一向に構わなかったけど、右上がり、何バカだな、右上がり気がなだよそんなもの。あ、今あそこでね、数字が回ってたら話は別だった、ここにデューンってね、数字が回転したら意外と話は別でしたね。炎、数字回転、左止めてここにゴッド、
でね、おそらく数字回転して左の真ん中にゴッドが止まってるってことは多分ここに7がいると思うんでね、そうなれば話は別でしたけれどもね。6台が何色？あ、嘘！何色のパネル打ってんだっけ？こうが青か。青だよね。マジか。あれじゃない？向こう側のさ、イガパネル？イガパネルも結構出てるよね。了解。周りも出てる？あ、そう。何番台打ってんの？ちょっと見に行っていい？凱旋も出てんだよな。この子、なんかうちの雑誌のキラ君っていう人に似てるな。本人だったらウケる。知り合いなのに気づかないっつって。高画パネル。あ、でも高画パネル2個あるんだ。うんうん、あれ8だ、末尾。なるほど、ほんまや。ナイスジョブ、グッジョブ。そう、あれ32ぐらい、600枚、マジで、ま、6万。あ、びっくりした。あ、じゃあ全然。じゃあ頑張って8000枚ぐらい出しちゃって。ほえー、おんやですぞ。半分か、こっち半分じゃない、もしかして。バジリスクは何かしらやってるってことは確定してる。もう明らかにおかしい。すげえなー、まんまバジリスクぶち当ててきたのかな。爆発的にぬるいな今日の状況。ちょっと思考を凝らせば絶対勝てるぐらいのコンディションじゃない、もしかして。多分わかんねえけど、まだ俺が苦しんでるからわかんねえけど、どっかに固まってんだろうな。絆か。さあ、ということで今ですね、視聴者様の方が絆の高画パネル、青パネルですね、で、6ベルが出た、いわゆる4、5の確定のやつですよね、を見せてもらいました。奥側っていうのかな、奥側が結構バジリスクはやっぱ強いですね。で、その人は末尾8だったな。で、マジハロの人も一応末尾8だったな。どうしてこれだけは鉄板みたいなの作ろうとしてんのかな。毎回末尾8は強いってこと。いや、まあ末尾関係に関してはちょっと後からでもね、情報を集めうるので、それ時間を置いてから絞りに行きましょう。まだこれだろっていうのは今のところ出てないかな。ハーデスも正直きつそうな台も出てきてる。30ゲームナイス。今素直にちょっと引っかかりました。久しぶりにデジャブにマジで引っかかりました。今、あ、なんかあるっけ、ないよね。はい、おや、一応ナビねえけど、そういうこと。なるほど、良い子。 OK、 戻って、ナイス。 GG、 中段キナナからゲッツ。さあ行きましょう。フルートステージに上がって落ちて即やめしちゃったんだ隣の人。よいしょ。さあ
こういうの大事ですよ、こういうの大事。はい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 、ケルベロスドン目標70、いいよ、波なし、 OK、 うまい、超えた、目標超えた、すでに、うまい、オベイ上デッキ、長めに、強く言っときました。なんだって周りの人がなったと思いますけど。OK、 さあ513ゲームに舞い戻った。四ツ谷だ、ああ四ツ谷か。四ツ谷リーチ目でしたね、もう忘れきってるわ。970ゲーム2873枚で終了と。ループストックの期待度は、まあまあございます。初当たりがそもそもループしてる可能性あるし、途中で、中断機能だから1個 GG 載せておりますので、それが 50% 以上はループ持ってる。なんでこの後32ゲーム以内に GG 当選する可能性は十分にあり、まあわからん、僕の目から見るといろんなところにたくさんの高設定が入ってるんですけど、ま、末尾5だっていう人と3だっていう人と8だっていう人が、錯綜しております。僕は多分ですけど末尾じゃないと思う、おそらく後ろのね凱旋の芝で2人ぐらい話しかけてくれた人がリップさんから G ストップめっちゃ入ってるっていうのと、その初当たりの感じを見てると凱旋も何かしらの対象になってる絶対に。でハーデスもやや怪しい、で絆でしょ、でエヴァ、まあ今のところそのぐらいですね、騎士として上がってきた、まあ、ジャグラーはもういつも出てるから分からん、とりあえずはもう、自分の台決着つけましょうということで、ループストックの期待、そこそこあるところでございます。行ってみよう。して、お、赤だ、これは瀬ヶ秀も当てたい、転廃するだけでまあまあ熱い、
もったいなぁ。いなそう。残念ながらヘルゾーンも引っ張ってくることはかなわんかったの。いない。ここでやめでいいかな。よし、とりあえずは移動しよう。移動というかハーデスはここで見切りましょう。時間的に、残り1時間、歩かないかぐらいなので、どの道天井まで行っても消化しきれんという判断のもと843捨てましょう。これこの台はどうかな。下ではないと思うけど上とは言い切れない、そんな状況です。ありそうだなっていう台はたくさんある。多分そしてありそうだなっていう台は正直当たりだと思う。転生もちょっとわからないですね。まずは打つ台探すか。そうしましょう。リノとか打っちゃおうかな。まあありっちゃありっすよね、正直この時間から考えるとバラエティですけど。さあ、残り 4,50 分ではございますけれども、最後ですね、まあリノ好きなのでバラエティのリノを1個トマト揃えてサマイス上乗せできたらいいなと。まあ正直設定狙いではないです。設定狙いの方は、あーびっくりした、いきなり上に。まさかトマト揃ってる状態で落ちてるのかじゃねえかと思ったらリンゴでした、いきなり。そう、設定云々の方は何箇所かは目星ついてるんですけど、まあスペック的に手出せないなと。残り1時間ないぐらい、残り 4,50 分で相手にできるマシンじゃないので、凱旋そして絆のパネル2つぐらいかな。まとまってありそうっていうのは、で帰り際にもう1回ちょっとぐらっと見回して補足考えたいと思います。凱旋はどうだろう、どのぐらいの割合か分かりませんけども、少なくとも3人か、リップさんから G ストップ複数回当たりましたっていう人がいたので、台数からしても半分はあるんじゃねえかと。これ、あー危ねえ、来た、ここの状態、これが今ね、トマト3択で揃う状態です。赤7か、赤7、青7、コインがここ止まってしまうとトマトを外すための1枚役が揃ってしまう。揃わないやつが1種類だけありますので、それを狙うとトマトが見事に入賞する。見ないでいきますね、トマトが揃ってるかどうか。3択が当たってればトマトが揃ってる、見えるはずないと思ってるだろ、カメラのレンズに映って見えてるんだよ、トマトが揃ってるのが。よっしゃナイストマト、トマト書いちゃおうデータに。これでね、ここからね、ボーナスが8分の1で立つんですけども、ボーナスが当たるとは限らない。よしで、トマトがね見事揃いましたら場ですよ。まずは2枚掛けで、2ゲーム間消化します。こっからでござんす、転落と、ボーナス成立の戦い。割合がおそらくじゃない、推定じゃねえや、ボーナスが立つ割合が約 82% なので、それすなわち 82% ループのレンチャーゾーン参ります。この状態はセーフ。このレモンが小笛になって、小笛というかこうか、斜め転廃して右で何もレモンがいなかった時にピンチ初めて、それが出るまでは絶対に落ちていない状態を、まだセーフ、まだ8分の1状態。これが出て、この状態、これが出るともしかしたら転落してしまってるかもよっていう状態に初めてなります。でもし転落してしまうとリプレイ確率が3分の1上がるので、この後にリプレイが揃い始めるとピンチで、ここで止まった時点でさっきのは落ちてなかったことが確定する。あ、えい、でこれがいわゆるトマトと同じ役割なので、
まだ、連チャン状態にいましたと。でまた2ゲーム消化して、2枚掛け2ゲーム消化して、もう一度やり直し、セーフ、リプレイ。まだねトマトのこれが外れが出てないんで、あのその後だったらピンチのリプレイも、今だったらチャンス 17% ぐらいで当たる。まだボーナスもいない。あっつい、リンゴもしくはリーチメリプレイ。よし、リーチメリプレイなので当たり。何が当たってるかは揃えてみてからのお楽しみ。ビッグボーナス OK。 よし、来た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 。よし、さあ平均 4.4 連だったかな。その力を見せていただきましょう。まだセーフ、危ない、ここからリプレイ頻発すると危ない。まだわからない、まだわからない、よいせい、二角でござる。 OK、 6ゲームビッグボーナス。本当ねリノはね、トマト自体が揃うのが3分の1なので、でそれがまあ90分の1とかぐらいで立つわけですけど、その3分の1に嫌われ続けてね、延々トマトが揃わないことがあるんですよ。で逆にトマトが揃ってもそのボーナス引けずに抜けてしまうということで、どえらいハマりをぶちかまされることもあるんですけど、こういう風にね、なんか最後あと、うわもうあと1時間ぐらいけど1000枚ぐらい欲しいみたいな時に超いい超ぴったりな台なんで、どうしてもなんとなく気分的にノーマルじゃ出せる気せえへんでも1000枚から1500枚ぐらいは欲しいという時にね、打ち方を覚えておくと非常に便利。これもう超うまくいった例ですけど、一発目のね特殊1枚役でそのままトマト揃えて連チャン始まって、超これはね成功パターンですけど、例えばねもう1回ここにトマト止まるまでとか、あとはもう5000円勝負とかね決めて打つのがね結構楽しいですよ。でまあ設定の良し悪しとかに関しては、そもそもここにトマトが揃うこと、トマトを揃えるチャンス自体に設定差がありますので、初当たりがこう設定ほどやっぱり優遇される、せっかくなんでね。よしよしよし、はい2連と、3連目にチャレンジ、ふう1ゲームだー、引いた、1ゲーム目に引いたフラグはレグ、やると思った、オッケーオッケー。でもうね1個だけちゃんと覚えとけられないのは、この右下がりレモン外れが出現しないうちは絶対にやめちゃダメという、このこういう形に基本はなるのでね、外れ目がこれ、これがね落ちたかもしれないよっていう出目です。これが1回でも出てないうちは必ずその連チャン状態にいるので、その状態ではやめちゃダメです絶対で、出たからといって落ち確定ではないっていうのがミソで、あーリプレイ、リプレイが3分の1で揃い始めるとピンチ。どうだろう、どうですか、もしかして落ちましたか、どうです、どうなんですか、どうですか、いる、よし、よし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 、4連目8ゲームビッグ、てっ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 て、よし超連チャンしろ、一日あだこうだ言って設定がどうだこうだ言ったらバカらしくなるぐらい連チャンしろお前最後リノでトマト
っつってもう全然法則とか読み切れてないのにめっちゃ出てるじゃねえか。一回ぐらいそういう回あってもええやろ、ええやろ間違って出ろハーネスで600乗っけて二度で連チャンしただけでお前全然つかめてへんやないかって言われてもいい。めっちゃ連チャンしろ分かってはいるよ、見えてはいる、もちろん見えてはいるぜ。 あとまあ一つ言っておくとですね、なぜ絆に行かないのかと、まあこの動画に限らずね、思ってらっしゃる人もいる。絆結構好きですよ、プライベートっていうか朝から打てるんであればもちろん狙ったりとかしますけれども、特にこの動画に関してはですね、絆に関してはほっといても誰かが良し悪しを見てくれるからです。あれだけね、やはりもう設定が入りそうだっていう風な状況下ではみんながこぞって、一番人気第一選択希望機種として挙げる絆に関しては、ね、わざわざ私自身じゃがあれを取らなくても絆に関してはきっと誰かがやるだろうと思ってるからです、やってもらって、で今回こういう企画に関しては外から見れば分かるんでね、分かるし、みんなちゃんと出ましたって教えてくれる人も増えてきたんで、だから僕がね、もし街道 G スタイルにおいて朝一絆に走るようなことがあれば、サマイ的に焦ってるということですやべえやべえってなってるってことです。いよいよなりふり構っていられねえってなった時に、絆を朝一取りたいと思います。ダメだもうダメだ、ガチでやるのダメだっつって絆には絶対あるだろうっつって絆に行くと思います。その時は目をつぶってください。はあ、1ゲームに転落可能性あるんだよね。ここからねリプレイが、頻発するとやや不安になってしまう。あビタ止まりだったら超熱いんだけどな。あリプレイだー、怖い。いたー、ここ蹴ったように見えたけど、このリプレイ外れでリーチ目でございますんで、あれかな、レギュラーかな、ちょっと青7で揃えたい、しかも青7でしかもね、斜めに揃えたい、ちょっとお待ちください。あビッグだ、オッケー、この形が綺麗、何ゲーム回しとんねんっつう話ですけどね、この形が綺麗、14見たかったんです。最後だけすげえ緩くなっちゃった、でも出てるみたいな最後だけめっちゃパッシュの好きなように打つみたいになっちゃったけど、でも出てるみたいな一生懸命あーでもないこうでもない言った時より出てるみたいなリード楽しいよ、マジでおすすめですね。よし、いいリノだった、ナイスリノチャレンジ。まあ問題はですね、こっからだ、宿題が残ったら万々歳ではない。よし、じゃあちょっとホール内を最後にチェックして法則を見抜きに行きましょう。絆2015パネル、これがやっぱ怪しいよね、回数的には。んどうだ、あの黄色い数字はバジリスクタイムの数でしょうから、そう考えると分からんな。ここ
イガパネルと2015パネルはね、怪しく感じますけどね。でもここも一緒にやめちゃってんだよな。彼も苦しんでるけど、死後の確定が出てる、祭り8で。はい、まあ、一応ね、そのいわゆる固まってあるところ以外にも、散らしてあるっていう可能性があるんで、まあ、固まってないやつだけもしあれだったら祭り見ておきますけどね。まあ見た、南国は見た目じゃわからんよな。ここら辺もなんか1個ぐらい当たってそうな気がするんですけど、ちょっとわからないですね、いかんせん。ジャグラーはね、祭りさんが怪しいって言ってたんですけど、他にもやっぱ動いたら追いついてきてる出会いが出てるんで、うん、それはない。だから多分ベースがすごく高めで、もうジャグラー自体が2分の1上とかそういうレベルだと思います。まあ次のオープニングでここからですね、あと6時間ほど、店が動きますので、その時のデータを見ればまだ何か分かるんじゃないか。あとはエンディングで、示させていただきます。さてはさまよう確認してみましょう。流します。さあ第4回怪盗 G スタイル、グランパ大久保店さんでの2回目の実践が終了いたしました。私の方のまずは稼働を振り返らせていただきます。朝一は南国物語カード112番で座りまして、1回初当たり引いて5000ほど、追加投資したところで、まあ1時間2時間弱ぐらいですか、経って10台ある南国の初当たり等を見て、島全体では弱めかなと。なのでその時点で強い、違和感感じる島あったら移動しちゃおうと思ったら、ハーデスがですね、動いてる台が、4人動いてる中の2人が、軽めだということで、ハーデスのじゃあ角を攻めようと、いったところでハーデス攻めたところですね、軽く謎当たりしまして、そこから謎ループ出てきてハーデス630ゲームなんてやりまして、でにそれでメダルを持ったのは良かったんですが、そのハーデスもいまいちって言ってる間に時間がないぞと。で最後ですね、もう残り時間、リノが打ちたいということで、もうあと1000枚くれないかっていうリノ大作戦、ご紹介したと思います。最後1時間しかないけれど1000枚欲しい、っていう時のリノ大作戦、大成功ということで、リノでトマト一発ぶち当てて、レンジャンすること1234567年、だいぶ、メダルを回収して、投資の方が総投資1日投資650枚、回収の方が2502枚でプラスの1852枚でございます。なので、これで3000枚くらいに乗ったかな、G スタイル、街道 G スタイルのトータル収支が3000枚ぐらい乗ったので、見事ね、ノルマに、届いたといった形でございます。リノを、ただ打ちたいから打つという暴挙によって今17時時点でですね、僕が見た感じだと、島単位で怪しいという怪しい雰囲気、例えば前代系とかね、半代とか半分とかやってるんじゃねえかっていう可能性を感じるのがエヴァンゲリオン、絆の、2015パネルかイガパネルか、もしくはでその絆に関しては、あの高画パネルの中に、高画パネルを売ってる人の中にもその視聴者さんがいて、死後の確定演出とかが出てるので、ちょっと絆に関してはね、わからないけど入ってる状態っていう感じです。もしかしたらだから絆もうパネル関係なし全体で、2分の1とか、何かしらの法則があって、当たり当たり外れ、当たり外れ、当たり当たりみたいなことやってるのかわからないんですけども、どのパネルにも一応当たりある状況下で偏ってるとしたら2015か伊賀パネル、どっちかかなっていう感じで、あとは、島単位で気になってたのが、北斗転生、これがね、昼過ぎぐらいからちょいちょい稼働つき始めて、最後に初当たり確率を全部バッと鳴らしてみた時に高設定域に推移してましたね。 2,3 台は確かに死んでたんですけど、他の初当たりの数を、計算してみたら200分の1とかで初当たり効いてるやつがあるんで、複数台、これちょっと怪しい。
でその裏 あの外線、これに関しても、打ってる人はリプレイ3連から、G ストップ何回か入りましたっていう人が複数いるっていうことで、もともと言うこと聞かない第2台ですから、これが、ここから何時間か動いた時にようやく姿を現すとしたら化け物になるぞっていう、もし北斗転生と外線両方当たりなんであれば、すごいお宝が今日眠ってたっていうことになりますね、スペック的に。あと自分がいたハーデスなんですけど、これに関してもね、怪しいなっていうのが何台かあるんですよ。で打ってる人の中からも、謎当たり3回して、3回中2回がハーデステージスタートですと、言ってくれた方もいらっしゃったので、それ1台だけ見ればもう6じゃねえかって言えるんですけど、島で言うとっていう感じですかね。で、あとは花火だったり、サンダー、ゲッタマー、この辺にも高設定っぽい台、ここのカウンター使って粘った人もいる。でジャグラーはもちろん半分ぐらい上なんじゃねえかぐらいの高設定ががっつり入ってる。なのでおそらくですね、法則じゃないけど入れといたよっていう高設定が、もうちょっとありすぎて目に余って高速性がね、これだって言えないんですけど、だから島だけで上げときます。末尾だったり、この間の中野天さんみたいに角とかっていう位置のは今回は僕からは見えなかったです。末尾に関しても全ての末尾で出てる台があったので、末尾とか、角、島の中、そういった位置とかで法則性あるやつは今回は、なしとします、僕の中では。で、島で絆、天性、凱旋、エヴァンゲリオン、この4騎士は怪しいんじゃないかとっていうのが、今回の推測する法則ですかね。正直法則性をね、上げた中に自分が触った台がないっていう、低たらく状況下ではございますけれども、そんなね、感じでも1800枚ぐらいは浮いちゃうぜというのがやっぱパスの面白いところであり、あとはやっぱりこのグランパさんがね、それだけ頑張ってくれてるっていうことだと思いますので、ぜひぜひチャンスございますので、皆さん、次回ぜひ収録時には駆けつけてまた助けてください。今回もいろいろと助けてくださった方がたくさんいらっしゃって非常に助かっております。特に確定画面ね、その確固たる理由をね、喋って持ってきてくれると OK、 台番はどこみたいな感じで全部聞きますんで、こっちで助けてくださいということ。正直な話ですよ、まだですね、この動画、僕のね、この手たらくぶり、最後にリノに逃げるっていう手たらくぶりがね、あれしてるかもしれませんが、まだ、チャンスめっちゃあります正直ですけど、僕はカメラ背負いながら打ってるので、ね、ある程度ちょっといつもよりはフットワーク重くなりますけれども、カメラを背負わない僕を7人ぐらい投入したいぐらいですね、正直分身できるのであれば今日が稼ぎ時だっていうオーラがまだ漂っております。そうなんです、バッジは売り切れますけれども高設定は売り切れておりませんうまいこと言ったところで次こそはこれだと自信持って当てれるように頑張りますので、あとね、今日の分もしっかり、閉店時のデータ見て見抜きたいと思います。そちらも楽しみにしていただければと思います。今回は、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。